5700ですけど、雪です、雪。5700。5700のベースキャンプ1日目。5700って言うともうエルブルース山頂です。なんちゅうか気分の問題か、楽です。で、最高のロケーション、この静かで、今は見えないですけど、あちらにあれがあります。潮湯8200。こちらなんだっけな、ナムチェバザールとか言ってるか、トイレ、あそこがトイレで、自分のテントはここです。で、こちらが、うちの食堂テント、あちらがクッコックさんのテントで、皆さんここの辺り一帯にいます。はい、いてててて、なんか筋肉がね、どうもダメなんですね、弱ってきてる感がめっちゃある。今日は一日まったりと、テントで過ごします。はい、ちょっと歩いてもでも息が上がる、5700なんで。 SPO2 はだいたい68ぐらい、70ぐらいをできたらキープしたいと思ってます。食堂テント今はい、あ、いい匂いですね、コーヒーの。ああ、いい匂いだ。